どうも、趣味家の夫です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。最近はね、関東だと30度近い日も出てくるぐらい暖かい日が続いてるんですけど、この4月5月、本当に植物がよく動く季節なんですね。以前も我が家の夏型開墾が動き出したよっていうところをね、動画で出させてもらったんですが、まだまだ実は我が家の中で変化が続いている植物っていうのがたくさんいるんです。でそれぞれ個別に動画化していこうかなっていうのも考えたんですけど、そうするとねどうしてもちょっとこうタイミングが合わなくなってしまって、ちょうど見せたいところっていうのが見てもらえないっていう可能性が出てきちゃうかなっていうところがあったので、今日はね今その中でも変化が大きい子たちっていうのをまとめて一緒に紹介をさせてください。はい、で今日紹介したいのはこの子たちです。割と最近の動画で紹介してきた子が多いので、その動画も見ていただけるとよりね変化が分かりやすいんじゃないかなと思うんですが、まず順番にちょっとご覧いただこうかなと思います。まず紹介したいのは、こちらセダムのコマツミドリですね。以前別の動画で紹介をさせてもらった子なんですけども、先日もねかけチャンネルのかけるさんとかも園芸店で見かけて動画で紹介されてましたね。今ちょっと見てもらうとこんな感じなんですよ。こんな感じ、ちっちゃい黄色いお花が咲いてるの分かりますかね。水をあげすぎてしまったのか、水を締めすぎてしまったのか、ちょっとね樹形が以前紹介した時よりこうかっこ悪くなっちゃってるんですけど、この辺は今後のね管理でまた整えていきたいなと思います。で今このお花っていうのがもうちょっとお花も終わりかけな頃なのかなっていう見た目なんですけど、一番咲き誇ってた時のね様子っていうのがこんな感じで、本当にねすごい可愛らしい黄色いお花、元気なお花っていうのを見せてくれてました。すごくちっちゃい盆栽風に仕立てた多肉だったんですけど、こんなにお花が咲くって知らなかったので、咲き始めた時はねなんだこれってすごいびっくりしてしまったんですけど、すごいね可愛らしいお花を見れてよかったです。はい、で続いてがこちらコットンキャンディーですね。チランジアので先日のゴールデンウィークに行った尾崎フラワーパークで購入をしたもので、その時の動画でもねちらっと紹介はさせてもらったんですけど、あの時ちょっとつぼみが出ていたのがほら今こんな感じで、ちょっとこちらももうすでに満開を超えてしまってるような感じあるかもしれないんですけど、これ今見えてますかね。ちっちゃいお花がこのピンク色の一つ一つから出てる状態なんですよね。これ僕前回動画でつぼみが出てきましたっていうのをお知らせした時も、この大きいピンク色のこれがつぼみだと思ってたんですよね。でこれが開いてきたので、ああ咲いてきたのかななんて思っていたんですけど、中からねこんな小さいお花がさらにねたくさん出てきて、思いがけずね2度開花を楽しめたようなね気持ちになってます。これ本当に可愛いですよね、ちっちゃくて。はい、続いてはこちらシンギンギアブラータですね。こちらもゴールデンウィークに尾崎フラワーパークで購入をした子です。でこの子に関しては厳密にはまだ咲いてないんですが、こうやってねすごい赤いつぼみが今上がってきています。もう本当に数日のうちにおそらく咲いてしまうだろうっていうところなので、タイミングをね逃してしまうともったいないので、今ちょっと一緒に紹介をさせてください。もしこの動画が上がるまでに開花が間に合えば、その様子もね差し込ませてもらおうかなと思ってます。これね、尾崎フラワーパークで買ったのを本当に今月の初めぐらい、ゴールデンウィークの購入品紹介動画の中で、買ってきた時のね様子を紹介してるんですが、その時の様子と比べてもらってもねすごくすでに大きくなってるんですよ。葉っぱがねとにかく大きくなっていて、見違えるほどね早いんだなっていうところですごくね毎日驚かせてくれてる子です。続いて残り2つ紹介をしたいと思うんですが、その2つというのはちょっと動画をアップする順番っていうのが前後してしまってるかもしれないんですが、もう1本ね、この前の動画か後の動画でアガベのキュービックをご紹介していると思うんですが、そのキュービックを買ったのと同じ昨年の五反田 BB 秋ですねに購入した子たちを残り2つ今日紹介していこうと思います。まずその1つ目がこちら、ブーファンのハエマンソイデスです。種類としては、冬型のケープバルブって言われるものですね。多分開根っていうよりは球根植物っていう方がいいのかもしれないですね。冬型っていうところで夏は休眠をする植物なんですが、最近ね関東だと本当に暖かくなってきていて、本当に昨日一昨日とかぐらいにお休みになったんじゃないかなというところです。こんな感じでこの葉っぱがね青々としてた時の様子っていうのもご覧いただこうと思うんですが、この上から下までこのオレンジがかった茶色っていうのもすごく渋い味わいがしてかっこいいですよね。我が家では冬型植物の育成環境っていうのを整えるのに少し手間取ってしまって、割とねこう徒長をしてしまっていた子ではあるんですが、それでもね冬の間すごくこう元気に成長してくれて目を楽しませてくれていました。割とねこのちょっとこう癖の強い鉢とのこう下手の相性とかも個人的には気に入っている子なので、早くね秋になってこの子が戻ってきてほしいなって今から楽しみにしてます。はい、そして今日最後にご紹介するのがこちら。これね、こちらも冬型のケープバルブで、同じく昨年秋の五反田 BB で購入をしたアルブカコンコルディアナという植物です。と言いつつも、見えますかね、今1本ひょろっと出てるの分かりますか。これも最近休眠に入ってしまったところなので、実はねその地上に出ていた草の部分っていうかがもう枯れ落ちちゃってるところなんですよね。でこちらも元気だった時のこう写真というかを出そうと思うんですけど、こうTwitter とかね SNS でよく見かけるこう地上から出てきてこうくるくるくるっていう巻いてるねじ巻きみたいなこうバネみたいな植物ってご覧になったことないですかね。これ実は妻の植物で、今日ね勝手に僕が紹介をしちゃってるんですけど、これ五反田 BB で初めて見た時に妻がこうね一目惚れをしてしまって購入してきた子で。ブーファンと同じようにこちらもちょっとね徒長気味になってしまったりとか、育成環境を整えるの結構大変だったんですけど、ようやくね冬型も今後育てていけるかなっていう環境が今用意できたので、今年の秋にこの子もね帰ってきてしっかり育てていければなっていうふうに思っています。はい、でこのブーファンとアルブカコンコルディアナっていうのは両方ともこう冬型の植物なので、最近ね暖かくなってきて両方とも休眠に入ったっていうところで、今後は室内の LED 環境の方に移して夏越しをさせてみようかなと思っています。はい、今回は我が家で続いている開花の様子っていうのと、逆にその休眠をしている植物っていうところを紹介させていただきました。今日紹介した子以外にもすごく変化を見せてくれてる子たちっていうのもすごくたくさんいるので、またそのあたりもね今後動画でご紹介していければなと思っています。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあ。